are currently at about €300 or $300 off the goal of $500. So keep donating for that if you also want to watch more Serious Sam. We also have $100 from Henry T, who says, Thanks, Issei, for the event. A special thanks to Shigen. はい、というわけで、次が NES ゾーン最後のゲームになります。次のゲームはジョーズですね。これもまた映画との、あれですかね。スピンオフって言い方はなんかちょっと変だな。みんな大好きサメ映画。ジョーズです。解説、アジーさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。長い長いネスゾーンも気がつけばもう終わりに来てまして、うん、もう最後ですね。はい、ということで最後を飾るのはジョーズです。ネスゾーンの鳥ですね。まあネスゾーン言うてもまた後日もうちょろちょろありますんでね。まあ塊としてはここが一旦最後という形になりますね、はい、そうですね。ということで、まあ、ジョーズですね。なんか BGM を聞くと大体みんなね、なんかさっきも同じような話しましたけれども、インディ・ジョーズのところで。これって何の作品かは知らないけど聞いたことあるっていうね。誰かが襲撃されるときに使われる。あれですね。てん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 ってやつですね。あれですね。あれが、ジョーズの映画で使われてる BGM ですと。まあ、それでおなじみの、まあ、サメ映画ですね。で、その映画のジョーズを題材にしたゲーム。あ、ちなみに、勘違い、そう言ったらあれなんですけど、ので、先言っておきますけど、主人公はジョーズ側ではないんですよ。主人公人間側です。まあ、映画も言うてそうだけど。食い殺す側ではないですね。それはそれでちょっと見てみたい気もしますけどね。人間をどれだけ食えるかみたいな。逆になんか、なんだったら フラッシュゲームみたいなのありそうですけどね。確かに。はい。ということで、まあ、ゲームのシステムは、まあ、アクションゲームなんですけれども、まあ、ワールドマップみたいなマップがあって、そこで、なんかエンカウントみたいな感じをすると、アクションモードになって、なんかダイバーが、あ、これ。まあ、これはあの画面、ここから動かずに、この画面の中で敵がどんどんとやってくるので、まずそのジョーズに、まあ、ジョーズはまだ出てこないんですけど、そのジョーズに会う前の段階の準備みたいな感じで、こうなんか、敵を倒すみたいなパートがあります。で、このパートを何回かやって、最後の最後、ジョーズが出てくるので、ジョーズを倒すと、ゲームクリアみたいな感じのゲーム。なるほど。これもそんなかかりませんので、まあ、エスティメート7分ですけれども。あ、これジョーズが。出てきましたね。これがワールドマップみたいな。Anyway, so basically the entire game is a big manipulation. If I kill something, 食われた。なんだこれは。I will lose some time, but hopefully we can get everything perfectly.So the timer starts when the boat starts moving, so I will kind of count it down. So I まあ FC のほらほら結構リアルなジョーズがだからだいたいあれ これに全部投入リソース投入しちゃったみたいな。まさかのというわけでグッドダックでこれがアクションパート。これはなんかこの海の他の生物をとにかく倒して。ネタこれがね、まあ、やっぱこっちのアメリカのみで発売されてるゲームだから、ちょっと細かいルールよく分かってないんですけど、まあ、このなんかシェルズっていうのがあって、まあ、要は貝なんですけれども、貝みたいなアイコンを集めるのか何なのか分かんないですけど、とりあえず規定
の感じだから、だいたい一仕事終えた感があると、こうまた次の場所になりますね。次の場所になる。あ、ゲーム全体を通して状況再現をする。へぇ。確かにね、この後、なんか、あ、まあ、上手ほどまではいかないですけど、あの、ちょっとでっかいサメを倒しましたね。で、そうするとなんか ボーナスシーンみたいなのがあって、なぜか飛行機からこう爆撃をして、クラゲを倒すみたいな。これはなんか、コアが関係あるのか何なのかわかんないですけど、とりあえずこれは普通に遊びますね。あ、多分1回でも倒す相手を間違えたら全部おしゃか。うん。爆撃で上手倒せばいいのでは。おう。あ、そうか。これが、なるほどね。あ、これが状況再現の一つなのかな。まだ、わからんけど。でも、一個、外しちゃいましたね。続行はしてますね。でそうこの後にここのなんか怒りのマークついたところに行ってまた再び、楽しますね。どこが上手なんだ。主役はねこう遅れてきますから。なぜかね、クラゲから巻き貝が出てくる。あ、で、これがジョーズのパート。あ、ごめん、違う。なんかね、さっきのその怒りのマークついたところに行くと、なんか受信機のパワーレベルを上げるみたいなイベントがあって、へぇ、これ、パワーレベルラインってなってて。で、これをやると、あの、なんか真ん中下のアイコンがこう、ジョーズで、あの、なんか今、ちょろっとアイコン出てましたけど、まあ、要は上手にエンカウントするための仕込みみたいな感じだと思います。まあ、そうですね、常に右下に上手ズパワーって出てますけどね。あ、で、ここで上手にエンカウントしますね。そうすると、まあ、ここでまず船が無事な間は上手にこうなんか弾丸で攻撃して、その後は直接船。こんな生身にとるやつ、いいのか。めちゃめちゃ連射しますね。めちゃめちゃ連射してますね。まあ、雑魚も結構いるので、まあ、ちょっとそういう雑魚とかに気をつけつつ、まあ、なかなかね、上手のライフもかなりあるんで、こう1ライフ削るにもね、かなり弾当てないと減らないというね。まあ、やはりラスボスですから、これ。硬いっす。記録だとね、結構ジョーズと、こうなんか、ジョーズのこう目の前で交代しながら、まあ、弾打ってるんですけど、これは多分やっぱ RK だから安定パターン使ってますね。硬いっすね、これまた。いや、すーげえ硬いわ。めちゃめちゃ硬いです、ね。まあ、やはりラスボスなので、威厳が、確かにね、森どんだけ持ってんだっていう。確かに森何本刺さっても刺さる場所ねえよっていうぐらいの痛そう。完全にさあもうそろそろですね。で最後これ倒しても終わりじゃなくてラストにねこの上手をこう決めるシーンがあるんで、これ結構いいですね。ここさ最後これ本当のラスト上手がやってきて でここでグサッでさ、あおあお結構ですね。結構きれいですよ。おー、きれいだ。すげえ、グッドゲーム。はい。ジエンドということで。ジエンド。この最後のシーンは結構かっこいいですね。かっこいいですね、これ。グッドゲーム。そして、こう、なんか夕焼けの、海の夕焼けの空をバックに、ジエンドの表現。割とこの辺は頑張ってる感じがしますね。はい。なるほどですね。はい、というわけで、ジョーズが
はい、無事に討伐されて終わりましたね。はい、はい、ということでこれをもって一応ネスのエリアは一旦エリア終了ということで一旦お別れですね。はい、はい、というわけで解説なかなかとアジンさんにしていただきました、はい、本当にありがとうございました。楽しかったです、はい。まあ、あとこの後、まあ、ちょっとプロト宣伝だけさせてもらうと、まあ、あと、はい、ちょっとしたまたファミコンのエリアがあるところですね。どこだったかな。25日の深夜ですね。25日の、まあ、3時4時とか、そのあたりのコントラ忍者龍剣でマリブラス2のところ。まあ、あとは、同じ日のあの FF7 とかで、あの、まあ、表側のスタッフの方でもいたりしますので、まあ、そのあたりでまたお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ジェンさんでした。はい、というわけで次のゲーム準備したいと思います。少々お待ちくださいませ。While live, we represent not only our event, but the speedrunning community as a whole. Speedrunning is one of the most inclusive